このオフショルダーになってますので、髪をまとめていただくとこの胸元もすっきりしてリゾート風のヘアアレンジだと思います。下はまたあの白でシンプルにすっきりとした細身のパンツで、もう色もすごいビビッドカラーなので、あのメリハリがついて、あのリゾートにはぴったりなカラーじゃないかなと思います。お昼ご飯をいただきますね。バリ島ならではの食材がたくさん並んですごい美味しそうですよね。では今からいただきます。とても食べやすくて美味しいです。真っ白じゃなくオフホワイトで、このホルターネックがポイントだと思いますね。サンダルはバルデック購入しました。日焼けですよね。あの若い頃はそんなに日焼けってそんな気にならないんですけども、日焼けのダメージは本当に日々貯金と同じで蓄積されてるんですよね。それがあのある程度年齢いきますと老化とともに一気にあの貯金があふれて出るっていう感じなので、もう日焼け対策、日焼けだけはもう常にあの塗るようにはしていますね。まあ、暑い日なんかはね本当に皮脂ですぐよれちゃったりしますので、まあ、普通に、まあ、まあ全体的に塗った後にちょっとベタつくので、まあ、さらっとしたパウダーをまた重ね付けしたりしていますね。そうですね、夏の季節とかやっぱり肌を見せる季節になりますと、足とか腕とかあと耳の後ろもね焼けますから、こまめに全体的に塗るようにしてますけどね。そうですね、20代後半ですね、目元のちょっとシミが、なかったシミが突然現れて、このままではね、あのだんだんひどくなる、その前にあのケアをした方がいいと思いまして、それからいろんなあのお手入れをするようになりましたね。どちらかというとメイキャップの方だったんですけども、ある程度年齢とともに老化もしてきますので、まあ、20代後半ぐらいからはスキンケアを中心にあのお手入れするようになりましたね。旅行は好きですね。なかなかあの行く機会がないんですけども、でもこういうお仕事をするようになってから、あの撮影とかでこう来れるようになったもんですごくあの嬉しく思ってますね。なるべくあの、まあ、荷物なので、まあ、最小限は支度するんですけども、あの美白のラインのシリーズをいくつか持って、あとそうですね、まあ、コンパクトにまとめてあのたくさん持ってきてますね。普段そうですね、あのシートマスクも、まあ、あの泊まる日数に枚数入れたりしてあの持ってきてますし、あとボディクリームなんかも持ってきてますし、あどうしても、ね、あの海外ですと乾燥しますので、まあ、しっかりあの保湿してあげないと。まだあのそんなに海外の方はあのそこにあのいろんなとこ行ってないんですけども、上海はあの去年は何回か行かさせていただいて、あちらの方もすごくあのすごく活気のある街ですごい素敵なんですけども、今回割とこんなにあのすごく暑いさにすごいびっくりしちゃったんですけども、でもすごいあの雰囲気のある素敵なあの島だなって思いますね。はい、癒しです、癒しの島ですね。